Hey guys! 本日は福ちゃんと D 君の、まあダンデ君ですね。福ちゃんとダンデ君の現状報告動画になります。で、どういう現状報告をするかっていうと、ダンデ君はね、いつも通りくねくねして元気そうなんですけど、福ちゃんのおでこがちょっと腫れてまして、今。で、ちょっと食欲はね、全然あるんですけど、ご飯とかも食べづらいみたいなんですよね。このおでこが原因なのかどうかちょっとわかんないのもあるんですけど、そういった現状報告の動画になります。で、なんで今回こういったことをね動画にしようかなって思ったかと申しますと、福ちゃんとダンデ君は給仕の時にしか外に出てこないんですよね。なんで会えるお客様も少ないと思いまして、こういった現状報告動画も撮ってみようかなってことで今回回しております。まあ、福ちゃんとダンデ君の仲はいつも通り仲いいんですけど、でこの福ちゃんのねおでこもちょっと横から見たら分かりやすいかな。あ、正面カメラついてる。うん、分かるかな。まあ動画じゃちょっと伝わりづらいとこもあるかもしれないんですけど、右目の上あたり、おでこぐらいがね、ちょっとここってなってるんですよ。で、そういったところも、写真とかを獣医さんに送って、電話してね、相談したところ、まあ、とりあえずお薬やろうかっていうことで、ただいま、福ちゃんがね、ご飯の時にお薬をあげております。で、まあ、やっぱり食欲もあるんで、お魚と一緒にお薬混ぜてあげると、ちゃんと、お薬も食べてくれますし、まあ、これで回復していったらいいなといった感じです。で、やっぱりご飯も食べづらいってことなんで、お魚にもねちょっとした工夫をしてあります。まあ、どういった工夫かっていうと、まあ、結構シンプルなんですけど、こっちがダンデ君のお魚なんですけど、サバの大きさ、普段はこれぐらいの大きさでね給仕をしております。なんですけど、福ちゃんは、まあ、それの3分の1ぐらいのサイズにカットしてあげてあります。こっちがダンデ君のお魚、こっちが福ちゃんのお魚、そういった感じでですね、福ちゃんとダンデ君のご飯の内容にも気をつけてやっていってます。で、この箱はですね、床暖房式のヒーターになってまして、この床はすごい暖かいんですよ。最近寒くなってるんで、福ちゃんとダンデ君はよくここで念でしております。で、福ちゃんはお気に入りなのか、すぐここに来ますね。近さ。まあ、今回はこういった現状報告動画となりました。それでは皆さん、ここら辺で。じゃあ、おった。